赤ちゃんを見守りながら、家事や買い物などをする際にあると便利な抱っこ紐。国内外の多くの人気ブランドから抱っこ紐は販売されており、どんなものを買うべきなのかと、大切な赤ちゃんに触れるものだからこそ迷ってしまうことも多いでしょう。今回は抱っこ紐のメリットや選び方のポイント、おすすめ商品を紹介します。リストの最初の製品は、ヒップシートカラタ、ペラッタ。低価格な上、取り付けが簡単なアイテムです。対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ、ヒップシートと成長に合わせた4通りの使い方が可能で、長期間にわたって使用できそう。ヒップシート部分が30度の角度で斜めに傾いており、赤ちゃんへの負担がかかりにくいのも特徴です。スマートフォンなど小物を収納できるポケット付きです。リストの2番目の製品は、ノーゴプラスヒップシートキャリアパニー、ポグネー。抱っこ紐としてもヒップシートキャリアとしても使えます。デニムグレーのおしゃれなデザインはパパにもぴったり。腰ベルトの着脱用にサイレントファスナーを業界で、初めて採用、寝てしまった赤ちゃんをうるさい音で起こす心配がありません。ヒップシート部分がノンスリップシリコンシート仕様で赤ちゃんが滑り落ちにくいです。リストの次の製品はポルベンアドバンス、ポルバンアドバンスヒップシートラッキー1934面ファスナーで腰に簡単に装着できる抱っこ紐。赤ちゃんのお尻がずり落ちにくい、滑り止めセーフティーシート搭載で安全に抱っこできます。本体には赤ちゃんとのお出かけに必要な小物を収納でき、使い勝手の良さが魅力。ウエストのクッション性が高く、下腹部への負担が少ないです。次の製品は、ベビースリングカラタ、ペラッタ。よだれ拭きやタオルなどを収納できる収納ポケットがついています。おもちゃなども入る仕様で、ちょっとした外出時も大活躍してくれそう。メインバックルとセーフティバックルの二重ロックが赤ちゃんをしっかりと守ってくれるため安心。初心者でも使いやすい構造で、つけたままの授乳も可能です。リストの次の製品は、抱っこ紐スリングコニー、コニー。布製のスリングタイプの抱っこ紐です。T シャツのように頭から被り赤ちゃんを中に入れるだけと装着が簡単。洗濯や持ち運びも手軽で、いざという時のサブの抱っこ紐として一つ持っておくのもおすすめです。ストレッチ素材の生地は肌触りもよく寝かしつけにもぴったり。帝王切開のママも傷口が痛くならないと口コミで評判です。リストの次の製品はキャリーミーロング、キャリーミーロングベッタ、ベッタ。日本人の職人が一枚一枚作ったスリングで、少し大きめサイズのため、身長が高いパパやママも安心して使えます。肩紐の長さはファスナーで簡単に調節可能。新生児から使えるほか、コンパクトに折りたためて持ち運びも楽なため、2本目のサブ抱っこ紐としても人気です。標準的な身長の方向けのタイプも販売されています。リストの次の製品は、トンガトンガフィットフィルト。フィルト。狩猟用のネットバッグをヒントに開発されたアイテムです。腰が座った生後7ヶ月頃から使用でき、2本目の抱っこ紐としてもおすすめ。ズボンの後ろポケットにも入れられるほど小さく折りたためるため簡単に持ち運べます。一見すると簡易な作りですが、ネットが赤ちゃんのお尻とパパやママの肩にしっかりとフィットし、安心して使えます。リストの次の製品は、ベビースリングキュービー。100% コットン素材で、お肌が敏感な赤ちゃんにも、安心のスリングです。厚みのあるクッションが、赤ちゃんの膝裏や、ママとパパの肩への負担を軽減。バックル付きである程度の形が決まっているため、初心者でも、簡単に装着できます。赤ちゃんの転落を防止する、セーフティーストラップ付き。収納ポケットなど嬉しい機能も充実しています。次の製品は、ダコルト、ダッコルトママ糸、
ママイト。一人歩きを始めた1歳頃から4歳頃までの子の片手抱っこをサポートするスリングです。バックル部分には外れるのを防止するゴムがついているため、着脱時の子供の落下など事故が気になるママやパパも安心して使えます。2本目のサブ抱っこ紐におすすめ。約10〜30cmとコンパクトに折りたためて持ち運びやすいです。次の製品はキュットミー。シジラオリリ北極白熊胴。日本人の体型や日本の気候を考えて作られたシジラオリの日本製スリングです。ジンベエなどでよく見られるシジラオリは軽くて肌触りが良く強度も抜群。通気性もあるため夏は涼しく冬は暖かくオールシーズン快適に過ごせます。肩の負担を軽減する肩パッドと可動式リング付きで新生児から3歳前後、体重 16kg 程度まで抱っこ可能です。次の製品は、コアラウルトラメッシュアプリカ、アプリカ。2種類のメッシュ素材を組み合わせており、通気性の高さが魅力です。新生児など、首座り前の赤ちゃんが楽ちんとされる横抱きサポート。グラグラしがちな赤ちゃんの頭と首を優しく包み込んでくれます。赤ちゃんの足を自然な形に開かせる足楽サポートなど、縦抱っこでも安心して使える工夫がいっぱいです。次の製品は、ジョイエル、イーコンビ、コンビ。大手のベビー用品、メーカー、コンビの抱っこ紐です。幅 85mm 厚み 15mm の肩ベルトがしっかりとフィットし、パパやママの負担を軽減。付け心地が良く肩が楽に感じると評判です。別売りの専用インファントシートを挿入すると、生後1ヶ月から使用することができます。落下防止機能も充実しています。リストの次の製品は、ベビーキャリア1、カイエアーベビービョルン。生後すぐの体重 3.5〜15kg までの赤ちゃんを抱っこできます。ヘッドサポートアジャストメントを利用することで、首座り前の赤ちゃんの頭もしっかりとサポート。成長に合わせて2段階のサイズ調整も可能です。通気性の良いフルメッシュ素材を採用、1年中快適に過ごせるほか、洗濯時は丸ごとネットに入れて洗えます。リストの次の製品は、ボバ X ベビーキャリアボバ、ボバ。ベビーラップも人気のブランド。ボバのキャリータイプの抱っこ紐です。ストラップのみで赤ちゃんの体型にフィットするよう幅や高さを調節可能。ラップとキャリーのいいところを掛け合わせた機能的なアイテムでどんな体型の方でも赤ちゃんを楽に抱っこできます。小柄な肩向けに肩紐をクロスする抱き方にも対応しています。次の製品はルーポップトゥインクルスターグレコ、グレコ。キャリータイプの抱っこ紐はかさばるものが多いですが、こちらは化粧ポーチサイズまで小さく畳むことができます。マザーズバッグなどに入れても持ち運ぶのにも便利なため、普段はベビーカーをメインで使用しているという方にもおすすめ。デザインが可愛く、蒸れにくい、メッシュ素材なのも嬉しいポイントです。次の製品は抱っこ紐ママイト、ママイト。赤ちゃんの背当て部分に下から開くファスナーがついた独特の設計です。抱っこで寝かしつけた赤ちゃんを布団に移動するときも赤ちゃんの体勢が変わりにくいためスムーズに下ろせます。生後4ヶ月から3歳頃まで使用可能。肩紐がしなやかにフィットし約 15kg の子を抱っこした場合でも疲れにくくなっています。リストの次の製品は、ベビーキャリアオリジナルベビービョルン。ベルト部分と本体が別になった構造は、パパやママの体への負担が少ないほか、立ったまま着脱が可能です。赤ちゃんを寝かせたまま、抱っこ紐から下ろすことができるため、寝かしつけなどにもぴったり。生後約1週間の新生児から使用可能で、パパやママと赤ちゃんがしっかりと密着する抱き心地も人気の秘密です。次の製品は、ボバキャリアクラシック 4GS ボバ、ボバ。
新生児から体重 20kg まで使えるロングユースの抱っこ紐です。ボバの人気アイテム、ボバキャリア 4G プラスのスタイリッシュな見た目やコットン 100% の心地よい肌触りなどの魅力はそのままに、機能面をよりシンプルにすることで、購入しやすい価格に設定されています。バックルを緩めれば、抱っこでの授乳も可能です。リストの次の製品は、サンクマニエルプレールニホニエテックス。重さわずか 380g でコンパクトに折りたためるため、キャリータイプの中では珍しく、持ち運びに適したアイテムです。新生児からの寝かせ抱き、横抱っこなど、前後種類の抱っこが可能。寝かせ抱きや、首座り前の縦抱き専用のピローが付属しており、赤ちゃんの頭を支えます。長期間使えるのに1万円以内の低価格なのも嬉しい点です。次の製品は、抱っこ紐コランハグライトアップリカ。退院後すぐから横抱きができる新生児シートがセットになったアイテムです。産後すぐに使えるため、出産前の準備品としてもおすすめ。また、日本人ママの体型にしっかりとフィットする設計で、肩や腰の負担を軽減してくれます。赤ちゃんの足が開きすぎないよう、股関節をより自然な M 字スタイルにキープしてくれるのも嬉しいポイント。次の製品は、ベビーキャリアエンブレース、エルゴベビーが販売する、新生児、体重 3.2kg 以上から1歳の赤ちゃん向けに特化した抱っこ紐です。柔らかなストレッチ素材が生まれたての赤ちゃんの体型にもしっかりとフィット。ウエストと両サイドのバックルを留めるだけと誰でも簡単に装着できます。コンパクトになるため外出時の持ち運びにもぴったりです。次の製品はベビーキャリアミニエアーベビービョルン。対面抱っこと前向き抱っこ、二通りの抱き方に対応しています。吸湿性、速乾性、通気性に優れたメッシュ素材を採用しているため、赤ちゃんの肌へのダメージが気になる方も安心。また、ショルダー部分と本体ピースが分裂しており、立ったままの装着も簡単です。新生児、約 3.2kg から使用可能です。リストの次の製品は、イビシーオムニブリーズエルゴベビー。肌触りが柔らかく通気性に優れたソフトフレックスメッシュ素材を使った赤ちゃんが快適な抱っこ紐。新生児から成長に合わせて長く使用でき、幅広い抱っこに対応します。人間工学に基づいた構造は体にフィットして使いやすく、荷重をバランスよく分散させることで負担を軽減。日よけフードやサイドポケットなどお出かけに便利な機能付きです。リストの次の製品は、ダグ1プラス、ダッグ1プラステレスベイビー。子供の成長に合わせて対面抱っこだけでなく幅広い、抱っこに使用できる便利なアイテム。使わない時にはコンパクトに折りたためるためかさばらず、保管に便利。シングルショルダーが搭載されているためすっきり、収納しておけます。楽に抱っこできるウエストベルトや、サポートパート付きで、ママやパパの負担を減らす構造です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。